どうも、こたばです。今回はファイナルファンタジーレコードキーパーのディシディアとのコラボイベントコスモス編強ダンジョンと強プラスへ挑戦したいと思います。はい、今回は声のみの実況となりますのでご了承ください。はい、前回のカオス編と同じく強ダンジョン強プラス一気に挑戦したいと思います。で、その前にガチャを第2弾初回だけ回したいと思います。購入。あー、銀でした。プラチナソード。はい、ではでは行ってみましょうか。今回は強ダンジョンでエクスデスと強プラスでセフィロスとゲフカを連れていくというミッションで条件があるんですけど、まあ、それ以外のキャラは自由みたいなんですけど、まあ、せっかくなので今回はカオス勢でカオスのメンバーで行ってみたいと思います。でメンバーはこんな感じです。まずエクスデスがセルガとケアルガ、癒しの願いで白魔ランダム2回、セフィロスがアマブレと邪剣派、英雄の立ち筋で刀装備でダメージアップ、ケフカが剣士のエチュード、ドレイが闇の運命で闇属性攻撃ダメージアップ、ガーランドがパワーブレとダークレイド、赤い翼の誇りで剣装備でダメージアップ、クジャがメメントモリとダークゾーン、悪しき魔女の騎士で、暗黒浴びダメージアップですね。で、フレンドさんはクロロさんの叫ぶをお借りします。はい。ダークゾーン強いね、強いので、今回ちょっと4回打てるように精錬してきました。はい。では、行ってみましょう。もう、まあ、前も言ってたんですけど、専用カオス勢誰も持っていないので、ちょっと、不安なんですけど、まあコラボイベの難易度ということでちょっとメメント無理。シェルガ、シェルガいるんですかね。バッツ、強バッツ、多分プロテガだけでも良さそうな気はするんですけどね。まあ念のためですね。ダークゾーンでちょっと早いですね気にします。ケアルが邪剣派で、今回はエクスデスが白まで頑張ってくれます。ダークゾーンは強いですね。トレイがもう、まあ、弱点になって吸収できるっていうので効率がいいですね。まさかバッツと戦う日が来るなんて、なんか新鮮ですね。ドレイが邪剣派で、これでスペースコア満たしたかな。うわ、強っ。バッツね、まあどうせならケフカに攻撃してくれると助かるんですけどね。2回ですね。ダークゾーン強いですね。2万ですね。メメントもいらんかな。一応いるかな。うわ、カリウド2連続強いな。ケフカを叩いてくれないという。ちょっとパワーブレ入れときましょう。で、ダークゾーンなくなりましたね。邪剣派、これ強いな
狩人乱れ打ちか。ケアルがメメントモリ。次は強プラスがティナとクラウドですね。なんか新鮮ですけど、ティナに攻撃するのがちょっと嫌ですね。剣の舞、あ、懐かしい。RK でも実装されそうですよね。メメントモリ。もうちょい、アップグレード。あ、あー、 X です。危ない。よしよし、これでいけたかな。よし、いけました。X です。危ないですね。お、あー、まあ今日より落ちるか。はい、まあ、戦闘不能にならないが入ってスペスコに入ってないので、まあ勝てばいいのかなと。勝利のペンダントや、なんでしょうね。で、ティナとクラウド。あ、メルトンとか使ってくんねや。魔力を下げたと、闇属性。ということは、セフィロスのアーマーブレをマジブレに変えて、で、あ、守護神フレンドさんでお借りして、で、駒手だけちょっと変えますね。カーランドに赤い翼の誇りで、サフィロスが竜騎士の決意、これでいいか、よし、これでいってみます。ヘリシスさんお借りします。あー、いけるかな。まあティナにマジブレ、まあ行ってみましょう。まあまあスタミナも1なんで気軽に行きましょう。うわー、みんな遅い。頑張れ。ちょっと気軽にと言いつつ、みんな遅いのはちょっとやめてほしいな。パワープレー、マジブレー、エチュード、シェルが先に。よし、ティナの魔法が強そうなんでちょっとドキドキですけど、守護神に、わ、これどっちから攻撃するの。なんか物理痛いからクラウドの方が攻撃していきましょうか。じゃ、ケンハ、プレイガー、ペアルガ、カーラド間に合うかな。メメントモリ、じゃ、ケンハでどれぐらいやろ。あー、まあ効きますね。よしよし、ちょっとクラウドから攻めていきましょう。クラウド発狂とかあるんですかね。うわ、ソニックブレイク、あ、こんな強なんやろ。ソニックブレイク、ドレーガー、キャルガ、こっちのソニックブレイク弱いのにも敵になった途端、わっ、はぁ、ティナちゃん、
ひなちゃん強いな。わあ、守護神入れたあのダメージはちょっと。結果は自分で回復してもらって、邪剣は、あ、パワーブレミスだ。うん。ちょっと結構間違えちゃいました。キャラ指定してるんですけど、敵の攻撃のモーションをしていくと指定ができないんですよね。その時に押しちゃって、あ、クジャやばい。うん、危な。ミックスですね、ちょっと。ちょっとマジブレ。あー、ちょっとやばいですね。早いな。うわ、あー、やばーい。ちょっとこれまずいな。ミックスです、2回出て。あーね、うん、通り。あー、クラウドの多分攻撃がまた来ますよね。あー、結果オッケーオッケー。あかん、あー、耐えた耐えた。おー、セフィロスさすが。クジャもやばいな。あ、クラウドが消えた。やばいのに変わらないんですけどね。コースはティナちゃん。クジャが倒れるとちょっとまずいけど、お、よしよしよし、ナイス。あ、ちょっとフレンドさん入れときます。ガーランドだけちょっとやばい。マジブレ立て直しましたけど、強いな、ティナちゃん。やめて。トレイガン。ちょ、ドキドキ。まあ、味方におるときは、ティナちゃん頼もしいけど、敵になると、恐ろしいな。ちょっと X です、まずいな。もう一回。あーれ。ガーランドはちょっとまあ、あー、うわー、しかも、あー、キャー、あー、ガーランドが強いなー。ダークゾーン、キャルガー、ブレイガー。まあ戦闘不能にならないが、エスコにないので、うん、強いなぁ、ティナちゃん。ガーランドが寝とる。よし、あともうちょいや。よしよし、まあ今回はちょっと運が良かったので、なんとかこれはいけるか。モメント乗りどうかな。お、よしよしよし、危なー。なんとか立て直したけど、まあガーランドはちょっと寝とるけど、あー、よしよしよし、これは、あ、よかった。よしよしよし、ちょっとケッカとガーラのレベルが低いので心配やったんですけど、まあまあまあ、よし、なんとかクリアできました。さてさて、今回はこんな感じですね。次はタクティクスの強ダンジョンですかね。また月曜日に来るんですかね。めっちゃ楽しみです。はい、では今回はこれで終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。